マスター、いや、奏者よ。見るがいい。あれこそはムーンマイルラダー。我らを視点の折り、戦いへと導くものだ。余が相手になろう。何よりこちらにはセラフの信用たる奏者がついていて。奏者？ギャー、私たちご主人様と分断されています。なんと見せつけてくれますね、セイバーさん。ヘイトカウンターが振り切っちゃって読み取り不能、訴訟も辞さない構えですよ。それはこちらのセリフよ、ダギツネ。ここぞというところで美味しいポジションを取り寄って。貴様、そろそろ他にいいマスターを探したらどうなのだ。それこそすっくりお返しで、なんかこのやりとり毎回やってませんわ。私たちネバーモアじゃなくてフォーエバー。うん、そうよな。言われてみればまさにデジャビュ。ここまで来るとコントそのものよな。うん、なんかしらけてしまったようだな。一旦休戦しようではないか。さらばだキャスターと言いつつ、そっと奏者を連れ去る湯なのであった。よっ、ピンチにさっと登場、制裁デリバリー。救援感謝するぞ。そらよ、時に制裁とか言ってなかったか。セイバーさん、どいて。あいつ殺せない。うむ、付け立ち感謝。皇帝陛下も今日はご機嫌のようだな。マスターの体調も気遣ってもらえるとありがたいのだが。何を言う、ヤオが奏者を気遣わないわけなかろう。にしてもアーチャーよ、いつもヨと奏者を見守るような眼差し、気になる。大いに気になるぞ。私もセラフのことが心配なのでね。二人のお目付け役とでも言っておこう。うむ、そうか。とにかく奏者の世話は世に任せるがよい。誰がよい。俺が援護する。ナイスタイミング、測ったようだな、アーチャー。まったく見ていられない。君はちょとつ盲信に過ぎるぞ、セイバー。助けてくれるのは良いのだが、なぜいつも小言を言いながら来るのか、この男は。こんちは、皇帝陛下。人様の陣地だってのに暴君全開ぶり、いい根性な子ってあやかりたいですな。やけにトゲのある物言いではないか。ヨガマスターと共にいることのどこが悪いというのか。そりゃトゲトゲしいでしょう。俺を誰だと思ってんだっつの。領主にレジスタンスする森の狩人っすよ。開き直りではないか。えい、余はマスターをちゃんとねぎらっておる。さ、行くぞマスター。へいへい、じゃあまたな。ねぎらってやんなよ。まだだ、まだ終わってはおらぬ。ラストアンコール。そこんとこはお任せください。陣地構築スキルは伊達じゃございません。家内安全、商売繁盛、安産祈願までバッチリですとも。最後はいらんであろう。コロコロするぞ。ご主人様、かつて永遠の愛を誓ったことをお忘れではありませんか。ん、お忘れ、まあそういうこともあるかな。では気を取り直してテイク2。何があろうと私はご主人様の可愛い巫女狐。マジなラブを深めていきましょうね。キャスター、ここで会ったら100年目だ。覚悟するがいい。それはこっちのセリフです。コテンパンにやっつけて差し上げます。なんだ奏者よ、いつまでも柔らかいキャスターのレベルアップに付き合わされているのか。人聞きが悪い。
制裁のたまもちゃんがご主人様の寵愛を一身に受けるのは自然の摂理でございましょう。こまめな制裁アピールご苦労だが、真の愛に正義などない。要は愛されている。ただそれだけで幸福だぞ。ああ聞こえません、聞かせません。さあさあご主人様、早くマイルームへ参りましょう。あ、またぬか。こらーこーらー、何をしておるか。キャスター隙だらけではないか。玉も神装甲ですので。感謝です、セイバーさん。キャスター野が助け立ちするぞ。あらセイバーさん、意外ですけど助け立ちありがとうございます。お、これはこれは大スポンサー様、尻尾の毛づやも一段と麗しゅう。何ですかお世辞なんて。気持ち悪、ゾワッとしました。尻尾の先までゾワッと。お世辞じゃねえさ、本音だよ。柄にもなく真面目にやってるようだからね。俺だけでも評価してやんねえとな。余計なお世話です。そうも私が暴走してもご主人様が止めてくださいます。ロビンさんに心配されることは何もねえですよ。あ、そういうこと。世の平和より意中の相手からの評価の方が大事なわけか。そいつはよかった。いやほんと、なんか言うことやること見透かされているようで気に障りますね、このイケメン。手早く片付けるとしよう。君とは共に戦ったこともあるが、状況が変わったようだ。本気で行くぞ。アーチャーよ、なぜそちら側にいるのだ。余も手加減などせぬぞ。やっ、余が援護してやろう。感謝する。ここは一気に決めるぞ。大丈夫かアーチャー、余が助けてやるぞ。ああ、私としたことが迂闊だった。何か面白がってないか。よう、アーチャー、今回は割とアーチャーしてるようだな。お前に戦い方を指図される義理はない。私はマスターに合わせるだけだ。なるほど、あんたを褒めるんじゃなくてマスターを褒めるべきだったか。ところでタバコか、いや予備はねえか。ちょいと切らしちまってね。残念、タバコの持ち合わせはないし、やもそちらとは企画が合いそうにない。切り札は自分で調達してくれ。これはカルバリー砲、まさか。そのまさかさ、久しぶりだねお嬢ちゃんたち。それに新顔もいるのかい。だったら挨拶が必要だね。覚悟はいいかい。ここからは略奪の時間だよ。そりゃね、何しろあの月の聖杯戦争を勝ち残ったマスターだ。こと劣勢の戦いにおいちゃ負け知らず、何しろ自分のより強い敵としか戦ってこなかったからね。花は散り際が美しいって知ってるかい。派手に散るがいいさ、バラの皇帝。世の美しさは永遠、まだ散るわけにはいかんな。虫歯が走るこの感覚は目に爪がいるようだね。よし、キツネらしく皮をハグとするか。立ち上がれ、ハキラー。強奪海賊の登場ですか。帰り討ちにしてやりますよ。君の生き方を表すような華々しい戦い方だな。厄介なほどこれまでするよ。なんだいしけた面して。ここは戦場だ。ドカンと華々しく散ろうじゃねえか。そもそもあんたの言う大帝ってやつからは腐ったバラ園の匂いがする。ちょっと離れてみれば香りも色も麗しいが、近づいてみればドロドロだ。王様ならさぞかしバラ園もでかかろうよ。まあ世の中には見た目はグロいくせに近づいてみれば炎みたいなバラもあるが、まあありゃ特例中の特例だ。森の賢人ここに登場ってな。あ、ロビンさん、ロビンさん、さっきのお話聞こえてましたよ。
皇帝陛下にラブコールとかしていたような。してねえよ。つうか地獄耳だなてめえ。ほう、正面から世と戦うというのか。随分と変わったのだな。はい、おうよ。とある水卑なマスターのせいでな、俺だって手強いんだぜ。唐突に狐狩りやりたくなってきましたわ。というわけでそこのピンクを撃ち抜く。飛びな。出ましたね、人でなしイケモン。ドライハグ。なんとなくだが、君とはどうも分かり合える気がしないな。その意見には同意だ。なんというかオタクとは分かり合える気がしねえわ。はあ。ふん。かか、まだまだクンフーが足りぬぞマスター。狂犬と呼ばれたわしのマスターには血と足らん。お主が望むなら武術の手ほどきをしてやるぞ。何安心しろ、これでもわしは子供たちに武術を教えていたらしい。世の剣術がどこまで上達したか見るがよい。果たしよ。身の内いらずの我が剣、今一度その身に受けたくなったか。この城には武を極めた者たちが集うというのに、力比べ技比べができぬのは残念だな。武と武が揃っているのだ。技の優越を決めずして何とする。ふかか、やっとまみえることができたか。古代中華の英雄よ、いざ勝負。従者ガウェイ、参上しました。あなたとの会話は楽しい。かの王ともレオとも違う感覚です。仮初めの宿ではありますが、もう少しこのままで。